つきです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日はですね、2024年の6月の13日かな、はい、木曜日になります。でですね、2ヶ月ぐらい前ですね、2ヶ月ぐらい前の動画で、体がね、とにかくしんどいということで、一応更年期障害のね、ホットフラッシュとか、症状が出てたんですよね。なのでその更年期障害の疲れなのか、あと今年に入ってからですね、腎臓が抗がん剤の影響でちょっと悪い、数値がね悪い状態なんですが、一応薬は飲まないくても大丈夫なくらいの、数値で、低空飛行で安定しているっていうようなね感じなんですけれども、と肝臓のね数値、血液検査の数値がですね、やはり今年に入ってから悪くなってですね、一応 C 型肝炎と B 型肝炎の検査もしたんですが、そちらの方は異常がないということで、まあ多分脂肪肝という結論でですね、一応肝臓の数値悪いので肝臓の、薬をね飲んでいたんですが、ずっとですね、疲れが取れなくてですね、休みの日はほぼ寝ているような状態でもう動けないっていう感じだったので、5月にね、術後4年のですね、単純 CT の結果を聞きに行った時にですね、先生にとにかく疲れて休みの日に動けないっていうのは、その腎臓とか肝臓が悪いのが影響しているのか、更年期障害ですね、更年期障害の症状が出ているのか、ただ単に、仕事がねハードなのか、どれなんでしょうってお話をしたんですが、一応更年期障害のね症状が、出ているので、一応薬をね、今までは貼るやつですね、貼る女性ホルモンのテープをいただいていたんですが、ちょっとね飲み薬に変えましょうということで、5月の末くらいからですかね、もう2週間ちょっと経ったぐらいなんですが、検査結果を聞きに行った時に、貼り薬からね飲み薬に変わりました。はい、それで今ちょうどね2週間は、経った経過したところでございます。それでですね、仕事の方はその4月のあの時にですね、一度辞めたいというお話をしたんですけれども、一応ですね、最初の時は辞めないでくれということで、5月のですね15日までのシフトですね、うちの会社は15日締めなので、5月の15日までのシフトをちょうど作ってる最中だったんですよね。なのでそのシフトは、休みはそのまま、月7日ですね、7日で、仕事内容を楽な、ダイヤにねしましょうということで、ちょっとね様子を見てくださいということでちょっと引き止められたんですよね。それで5月15日が終わる頃ですね、大体5月の頭くらいまでに次の、シフトを作るので、そのね6月の15日までのシフトですね、次の月のシフトが出る前にもう一回辞めたいと。で最初の時には退職日の相談をしたいという、退職したいので退職日の相談をしたいというお話をしたんですけれどもね、一応5月の15日までは、そのシフトにしますという感じで引き止められてですね、それで
6月の15日までのシフトがもし出来上がってしまったらですね、6月の15日までいなけ、まあ、仕事しなければならないですし、それプラスもう6月に入ってしまうと、今度7月の15日までのシフトをもう作り始めてしまうので、そうすると、7月の15日までね、まあ、一応車バス1台に対して運転手1人も決まっちゃっているので、その前にですね、もうはっきりと日付をもう指定して、退職の意思をね伝えようと思ってですね、7月の末で辞めたいですというふうに2回目の相談をですね、5月に入ってからしたんと思うんですが、多分そうですね、5月のその6月の今月のね、まだ15日までなので、その6月の15日までのシフトが出る前に辞めたいという、7月のね末で辞めたいというお話をもう1回ねしたんですが、また引き止められてですね、今度は前回は休みは同じでシフトをね、楽な仕事をなるべく入れるというような感じでいたんですが、今回は6月の15日までの仕事はですね、有給を使って今のところじゃあ休みを増やしましょうっていう風にはできないので、基本給が決まってるじゃないですか。なので有給を使って完全週休2日ですねにしましょうということで、6月の15日までのシフトは完全週休2日で作っていただいたんですが、ですね、なので休みがね、普通に比べて2日多くなったんですよね。多くはなったんですが、結局ですね、そのシフト表が会社からいただけるんですけれども、そのシフト表だと全こうダイヤのですね番号とかしか書いてないんですよね。1から順番に1ダイヤ2ダイヤ3ダイヤみたいのがあって、で1ダイヤ2ダイヤ3ダイヤはどっち方面とかっていうのは、まあ、大体決まってるんですけど、そのダイヤ数しか書いてないので、それが何時出勤なのか、何時に退勤になるのか、残業がどのくらいであるのか、待機時間がどのくらいあるのか、深夜残業がねあるのかっていうのが全然わからないので、一応ねわざわざ紙にね予定1ヶ月の15日から、16日からですね、16日から15日までのこう一覧表みたいな表をね自分で作ってですね、それにいちいちこう書いて、出勤時間と、あと退勤時間ですね、退勤時間と、あとまあ残業と、あと深夜手当ですね、深夜残業がつくのと、あとは待機時間がどのくらいかっていうのをこう全部書いて、あまりねすぐ忘れちゃうのであまり見ないんですが、一応こうパッとねどんな感じなのかなっていうのが分かるように毎月書いて予定表をねもらうと書くんですけれども、なぜかしらですね、先月は確かに、お休みが今まで通りのお休みだったんですが、やっぱり残業時間がね少なかったんですよね。少なかったんですけれども、今月ですね、今月がですね2日休みがね
あの多いので、普通に考えればですね、やはり残業とかも少なくなるはずじゃないですか。何時間かでもね。なのですが、計算してみましたらですね、残業時間ですね。残業時間は、普通の出勤の時とほぼ変わらずという感じだったんですよ。なので、なんか、休みの意味ないじゃんっていう感じで、ちょっと大丈夫かなと思ったんですが、まあ、とりあえず確実に2日休みがあるので、まあ、座長は、休みでね、ゆっくりできるかなと思っていたのですが、ですね、今日は、13日なんですけれども、カレンダー見ないとちょっとわかんないです。はい。ですね、先週の金、土、日で仕事をして、月、火がお休みだったんですね。それでですね、金曜日の7日と、土曜日の8日ですね、8日の日がですね、14時間くらいですね、金曜日と土曜日が14時間ぐらいの、勤務が2日連続でありまして、でその後ですね、日曜日が遅番だったので出勤は3時近かったんですよね。でもまあ、30分ぐらい前には行くので2時半くらいには、ついていったんと思うんですが、はい、2時20分とか半ぐらいにはついていたんですが、そこからですね、終わったのが、23時半くらいかな、はい、そのくらいの、遅番だったんですが、まあ、お昼過ぎまでね、ゆっくりは寝れるという感じだったんですけれども、金土とね、14時間の、まあ、とりあえず勤務をしてですね、多分土曜日が10時半くらいかな、10時半くらいに終わったかと思います。はい、それで、なんだかんだね、次の日が午後からだったので、朝ごはんとかね、ちょっと買い物したりとかして、家帰ってからもね、やはりやることあるじゃないですか。猫ちゃんのね、お世話とかあるので、そういうのをちょかちょかやってると、やっぱりあっという間にね、1時、12時回ってしまうんですよね。帰ってくるのがもう11時過ぎているので、もうあっという間に12時日付変わってしまっている状態だったので、まあ、それでもお昼ぐらいまでね、寝れても、もう12時間ぐらいはね、寝れるというような感じだったんですが、やっぱり案の定ね、起きれなかったんですよね。無理やり起きたという感じでございます。一回12時ぐらいにタイマーセットして、その後ね、またさらにギリギリまで、13時30分ぐらいにまたタイマーをセットして、それで無理やり起きてですね、仕事に行ったんですが、やはりね、疲れがやはりかなり溜まって取れてなかったんっていうのもあるんですが、多分ですね、薬の影響で全体的にね、むくんでるんですよね。むくんでいてですね、その時はちょっと気がつかなかったんですが、ちょっとね、頭がね、こうぼーっとしてるような感じ、なんか眠くてぼーっとしてるんじゃない、ぼーっとした感じですね。それがちょっとあって大丈夫かなと思ったんですけど、こう意識ははっきりしてるので、まあ、いつもね、もうぼーっとしてるっていうか、ぼーっとしているので、まあ、なんとかなるかなと思ったんですよね。はい、それで仕事を、普通に出勤して、バスに乗って仕事を始めました。それでですね、走り始めて、日曜日なので、
大体やっぱお客様もね、あの仕事の方とかあまりいないので、まあのんびりとした空気で、運行ができるので、土日とかね、祝日とかは結構、気分的にも楽なんですが、ちょっとこう、あまり調子がよろしくない状態で、まあ、走っていて、気をつけて走ってはいたんですが、最後の最後のですね、駅に着いた時に、本当にですね、まっすぐ、つけられるバス停だったんですね。私のやっているコースの、バス停が、本当にこう、ロータリーを回って、そのままこう、まっすぐつければ大丈夫という、一番ね、止めやすいタイプのバス停だったんですけれども、多分ね、車両感覚が狂っていてですね、左のミラーを、柱にぶつけてですね、ミラーを割ってしまったんですよ。一発目ですね。はい。それで、一応、もうひびが入ってしまったので、営業所に無線で入れてですね、で、そのまま、見えることは、ひび入ってるだけなので、そのまま、仕事をしたんですけれども、ちょっとね、やはり2日、金土とね、14時間、仕事をしたっていうのもあるので、ちょっとね、疲れが残っているのかなと思ってですね、休憩時間の時に、無理やり横になったんですが、全く眠気がなかったんですよ。全然寝れなくてですね、あ、これ疲れじゃないわと思って、それで、まあ、様子を見ながらね、ちょっと、ゆっくり、安全運転をして、仕事を終えて帰ってきたんですが、結局最後までですね、ちょっとこう、ぼーっとしているのが、治らなかったので、もうちょっとね、体的に、やばいなと思いまして、で今回は、まあ、ミラーを割っただけなので、まあ、交換すればいいよみたいなノリだったんですけれども、やはりねこれがもうちょっと進んできてしまって、もしお客様に、怪我をさせてしまったりとかですね、どっかの車に追突したりとか壁に激突したりとか、ちょっと大きなね事故を起こしたあとだと、どうしようもないじゃないですか。大ごとになってしまうので、なんとかしなければいけないと思いましてですね、ちょっと起きれるか不安だったんですが、もう無理やり、起きてですね、次の日、もともとね、手術のした時に、総合病院の精神科にはかかっていたので、そこのね、精神科にちょっと走りまして。で、先生はね、ずっと担当医だった先生はもうちょっと退職していたので、他の先生になっていたんですが、その先生にね、全部事情を、状況をね、説明して、とってもね、いい先生で、それはちょっと、すぐ休んだ方がいいということで、すぐ診断書を書いていただいて、一応2ヶ月の、休職の、診断書が、を出していただきました。はい。で、そのままですね、どうしたらいいかわかんないので、会社に電話してですね、そのまま会社に、診断書を出して、今、給食に入っているような状況でございます。で、一応ですね、まだ、10日のね、今週の10日の月曜日の日に病院に行って、火、水、木と、まだ4日目なので、まだなんとも言えないというような感じなんですが、結局ね、月曜日、当日ですね。当日は朝、病院に
朝行ってですね、でそのまま、会社に直行して行ってですね、それで夕方にですね、あの保護猫ちゃんをあの引き取りに里親さんっていうか、あの保護で出した猫ちゃんをあのやっぱり飼いたいということで引き取りに来たね、あの方がいたので、またシェルターに行ってですね、あの一日が終わったという感じで、で次の日ですね、次の日の火曜日はですね、あの猫ちゃんの手術がもう予約してあったので、それで朝お届けして、でまた、夕方ね、引き取りに行くという感じで、その間にですねシェルターの鍵の交換というのがあってですね、まあ一日病院行って、その間は、シェルターでね便器塗りをしていたんですが、便器塗りをして、それで、また夕方に取りに行って、で終わってから猫のね引き取りのあれでまた対応をしてという感じで一日が終わってしまいました。はい、で昨日はですね特別何もなかったので、あのちょっとぐったりしてたんですよね。で午前中お昼寝てました。はい、寝ててですね、シェルターに行かなきゃなぁと思っていたのですが、特別用事もないのでどうしようかなと思って考えていましたら、夕方ですね、夕方にですね、また、保護依頼の電話が来ましてですね、どうしてもお家で、一時的なね保護もできないということで、すぐ病院に連れて行って、持っていきますということだったので、夕方からちょっと動いて、ちょっとシェルターにいたという感じでございます。で今日も、特別用事がなかったので、もうかなりねちょっとしんどかったので、今日はちょっと、ね、お休みしようかなと思っていたんですが、またですねお電話があって、今からまた、保護猫ちゃんのね保護に行ってまいります。はい、ということで、まだね 月火はもう元々の休みだったのであれなんですが、まあ休みにね入ってからもちょっとバタバタっとね、保護猫ちゃんの方の、仕事というかやることが、発生してしまったので、ちょっとね出かける用事がね発生してしまっているんですが、一応今のところはお昼過ぎとか、今もう4時近いので、そのくらいまではね家でのんびりしているので、少しずつねマイペースでやっていこうかと思います。はい、無理をしないでね。でちょっとお休みになったので、前の会社の人にもね連絡して、シェルターの方の DIY ですね、 DIY の方もできる時、お休みの時でね都合がいい時にはぜひ手伝ってくださいというふうにもお願いしていました。はい、なのでDIY の方もね進んでいくと思います。はい、一人でやるとねなかなか進まないんですけど、やっぱ二人でやるとね3倍ぐらいやっぱ早く終わるんですよね。はい、なのでねちょっとお願いしたいと思います。でさっさとね終わらせたいと思います。まだやることいっぱいあるんでね、次から次へとやることいっぱいあるので、ちょっとゆっくりとね無理のないペースでやっていきたいと思います。とりあえずねちょっと症状の方とかはまた動画作りたいと思うんですが、今のところねとりあえず仕事の方を休職
に入りましたという連絡の動画でございました。はい、とりあえず2ヶ月なので、8月のですね、10日ぐらいまでかな、10日ぐらいまでの、診断書をいただいているので、8月の10日までは、お休みということになりました。はい、なので、ちょっとね、気分的にも体力的にもリフレッシュしたいと思います。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。いっぱいね、ちょっと調子がいいときは動画いっぱい作りたいと思います。撮りたいと思います。じゃあ、バイバーイ。